はい、ストップ。あ、素晴らしい。この時に松志くんが、まあ、ニアで潰れて、そのディフェンスを釣り出してくれて、でその流れできたスペースに俺が入っていったので、松志くんのナイスナイス。おい、ストップ、戻んの早じゃあなんかあれ最初あれ、うん、あの初ゴールって嬉しくて、うん、喜び行こうと思ったの、うん、けどその前に俺やらかしてるから、うん、やべえと思って、よっしゃ、ここまで多分、うん、あの初ゴールって思ってたよ、うん、ういて、そうそう、で、あ、ここら辺から、あ、ちょっとおかしいなと思って朝やめ出してた、戻らんとって、そう、はいやと思って、もうめっちゃ早かった。どん、これようバウンド合わせたっすね。トロップは考えてない、考えてない。あ、そうなんだ、うん、どん、え、ニア狙った、狙ってない、あ、狙ってない、合わせることだけ、当てようみたいな、うん、グーやな、ちゃんと当たってるかな。マジで初ゴールって感じしなかったよな。なあ、パッと入ったから、うん、取り返したみたいな感じ、うん、滑っちゃったからね安心したけど、このゴール安心した、よかった、安心するな、これよく一発目でそれな、取り返し、これ一回外したらガチ続くやつですよね、うん、しかも天皇杯って怖いじゃん、確かに、ズル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 、一発だからね、うん、翔太くんの頭なでなでしなかったこの時。え、そうだっけ。多分してたよ、してたよ。なんで？いや、わかんない、ちょうどよかった、ほらもう潰してた、こうやって、ちょうどよかった、子供や、違う、先輩やぞ、あれ先輩やった、5ぐらい上ですよ多分。ストップ、この時点で11番だっけ、はい、がもう遅れてて、最初はアチシ君からもうワンタッチでファーに来るイメージで最初は走り込んでました。はい、どう、でストップで、ここで、まあ、自分フリーやったけどアチシ君がマイナス選択したんで、まあ、あ、来なかったなと思って、でもなんかこぼれとかは狙おうっていう感じで、ここでちょっと考え方を変えました。はい。で、ちょうどよく来たんで合わせることだけを意識して。ヘディングゴール。ここにいるの大事っすよね。うん。これもほぼゴール入ってる。もう多分一発目でほぼ入ってる。うん、で、なんかババーンって入ってる。いい爪出す。出す。爪出す。あれ？噛んじゃった。完璧やもん、この崩しが。ね。ゆうたろうくんよ。ゆうたろうくんよ。ゆうたろうくん、これ入れるよ、最初。おー、真ん中ね。ハーフウェイラインとこ。こっからこう。ここから動き始めて。ここ追い越してるもん。はいはいはい、はい。ここ追い越してくれて。うん、あ、これ引きずれた。あ、そういうことなんだ。ほんまや。で、開いて。で、ここで、あ、ここ開いてるって、ね、うん。すごい。なるほどね。全員が前向きに ね、走ってスペースを、ね、共有して、うん、いいゴールです。なんか全然点取ってなかったんで、なんかでも自分としては初ゴール感はなかったんですけど、まあ、気持ちで押し込んだって感じでボールいいところ来たんで、もうあと当てるだけみたいな感じで、でも嬉しかったです。これで俺の卒出場が決まったこれで呼ばれた、これで呼ばれた。
フィーもっと正也くんがだうまいよな普通に、うん、これストップあここねここリクくんが見えてたんですよねしかも完璧なんですよ俺がちょうど四角やすい位置に落としてくれてでこうラストがちょっと相手2人多分引きずれたんでここ走ってここ空いたところもうちょっとランニングしましたここはまあ中以内見えてたんで一旦切り返すのを決めててこっからラストに出そうとしたんですけど近くてラストが案外詰まりそうだと判断したんで打とうと思ったんですけどここでまた下シュート打とうと思ってそしたら結構足だ出てくるのが遅かったんでぶつかると思って急に切り返してでラストにマイナスでまた抜きで乗せ上げようとしてそしたら相手の足に当たって奇跡的に入りましたっていうパスシュートっすあシュートあれラストにラスト見せかけてシュートでも、うん、パスでしょパスですパスなんだよねこれ喜んだもん勝ちやから、ね、喜び方でマジ持ってったっす、うん、最後ねゴールのゴールやでーっつってめちゃめちゃみんなが寄ってきてくれたのが嬉しかった一番5点目やのにまた下か巻きシューで迷ってて最初この切り返しの時は巻きシュー考えててここでもう一回アウトで触って巻きシューでここでついてこられたんで、でこれでまた下かなと思ったんですけどうまいこと足出されたんで入るっていうねこれもさすがなんで運ですこれはでこれダサかったなちょっとパフォーマンス、うん、ズズになんて言われた藤原って言われてあれ本当に本当に古川って言った言ったオッケー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 って分かってないなまだおいいつもそのノリしてくるっすあノリね、うん、決まった瞬間はまあやっと爪痕残したなって自分の中でまあ一つの分岐点としてこれからもっと量産できるように頑張りたいと思います。またこの解説をできるように頑張ります。後半戦は自分のシュートでゴールを取れるように頑張ります。自分のシュートでもあります。自分のシュートにした？シューターリング？シューターリング、そう。まあ、リーグ戦でも天皇杯でも。まあこういう自分たちのサッカーをしてしっかり勝ちに結びつけられるようにこれからチームとして頑張っていきたいと思います。